こんにちは。今回もシャドーバースやっていくんですが、まあ、今回紹介するのは、ソーセージの祈祷っていう、まあ、デッキを紹介していくんですが、まあ、皆さんこの、まあ、エイラの祈祷っていうカードをこう、まじまじと、よく見つめて、こう、拡大して見たことあります？すごいこいつ、アルファベットの H にすごい似てる。まず服装がエロい。服装が、まずブラジャーがやばい。だってペロッとめくったら見える感じやろ。やばいやろそれ。しかもこの顔すごい好みで、こういうなんていうの、幼女。言っちゃった。ちょっと編集入れとくわ。こういうなんか幼い人がすごい好きで。ちょっとあまり言いすぎると変な人と思われるから、まあ、この辺にしとくけど、まあ、今回紹介するのは、まあ、エッグトマトを超えたベネズエラっていうデッキなんですが、まあ、アイテールから、まあ、天候を確定サーチすると、まあ、以前紹介したデッキと、まあ、ほとんど一緒っていうか全く一緒なんですが、まあ、正常の、まあ、冷蔵庫。まあ、正常の冷蔵庫とか、まあ、ヘンリーイージスとか、まあ、これはもうドラゴンとかに相手するんで、まあ、ドラゴン今の環境いないんで、まあ、イージスが刺さるかっていうのもあるんですが、まあ、今、タイヤ1位が、まあ、超越ビッチ。で、タイヤ2位が、アグロネクロとか、アグロワンプなどのアグロ系のデッキと。で、まあ、超越ビッチ多いんですけど、まあ、多いからといって、まあ、必ずしも勝てないっていうわけではない。まあ、エイラでは強化すると、まあ、超越ですら取れないフォロワーになるし、まあ、でもそうは言うもの、まあ、超越だったら、まあ、負けやと思うわ。なんかこう、いいとこを付け加えて、森に盛ろうと思ったけど、超越ビッチにはちょっと勝つ未来が見えないから、幼女やなぁ。しかもこの、ちょっとにやけてしまうわ。いきなりちょっと、試合をする前からにやけるとかちょっとあかんわ。しかし精神統一を、幼女やなぁ。女我は触れられざる豪気不可思議して不可思議あらず。これイージス残すのは多分強いと思うな、ミラーで。まあ、こんな感じでいくか。まあ、ニコス2に引けてるか悪くない。ちょっとこれ余談なんですけど、シャドーバース久しぶりやわ。ぶっちゃけ1週間ぶりぐらいちゃうこれ。ちゃうか。もうそんな長くないか。でも結構期間空けてるんだよな。なるほど。でも人間ってすごいものだよな。こう、ある程度のこう期間を空けても、カードのこう効果、テキストっていうのをこう覚えているっていう。やっぱ長年こう、遊んでいるゲームだって、やっぱ覚えてしまうのかな。ほわー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 。で、いちいち効果を見なくても、相手のこのカードの効果がわかるっていうな。初心者とかだとわからないけど、てか相手動きがちょっとえぐない？誰だ誰かやろ、あらぁ悲しいか、うるらぁぞ。まあ、エイラいるんで、全く問題ないわ。さあ、4個差どう来るか。ただ、重機が2枚貼られてるから、儚き夢に舞い踊る。大高かしら結構理想のムーブしてるな。ハゲ来い、ハゲ。来ないか。フロッククレリックが味方の、まあ、フォロワーも回復できるんで、ここはじゃあ盤面取っていくか。みたいなダメケーラあれーあれーあれーで、フロッククレリックをドゥワして、みたいなダメケーラで、まあ22のフォロワーを、まあ、打ち取っていくって感じかな。でもテニスの審判があるんだよな。だったら盤面を取った方が強そうな気もするのは、むしろ、顔を狙うメリットがないんだよな、ぶっちゃけ。1、2のフォロワーを打ち取った方が強いような気がするな、これ。まあでも一応顔でいくか。2、2の、まあどっちでもいいと思うわ。どっちでもいいかな。まあいいわ。だから重機がな、2連続で割れるんで、やっぱ相手もエイラーか。ただこっちもスリーブでエイラー見せてるから、怖さおかしいな。
待てよこれ次のターンテミス打てないし、あー銃器割れるし、テンコ出されたら確実に終わるなこれ。戦とは覚悟悲しき、強すぎるんだけど、えぐいな、えぐい。まあこっちもスノー、弱いんだよな、スノーホワイトプリンセスからの、まあラビットヒーラー、いや待てよこれ弱いんだよなぶっちゃけ。弱すぎるんだけど、まずいまずい、次のターン7点食らって、まあこれスノーホワイトプリンセス取るわ。まあ普通だとなんか虎を取ると思うんですけど、スノーホワイトプリンセス取ります。で次のターンテミスの審判で、まあ打ち取っていくことによって、あーでも3、4、5、12、14。もうばっこり次来るな、ばっこり。あーまずいな、1試合目からすごいなんか追い込まれてるな。だから盤面取っていく。で、ロッコスで、ヒーリングエンジェリングを出しています。女女女10、18。あれ、あー、まあ、テミスはな、さすがに、警戒するよな。あー、まあ、イージスもちょっと使えないしな。で、まあ、ターンし、オッケー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 。であれば、ヒーリング、まあ、とりあえず攻撃して、もう、テミスのチンパン打って、まあ、重機2枚がちょっとエグすぎたな。でも、こっから、まあ、ラビットヒーラープラステンコとかを使って、まあ、盤面を、まあ、盤石にしていって、よしよし、弱い弱い弱い。ユニカ絶対打ち取りたいし、5個す、弱いなぁ、小探しなぁ。オッケーオッケー、よし、いいぞいいぞ、いいカード来た。こっちもエイラの祈祷引いていく。女まあ、エイラ置いていって、ラビットヒーラーでしっかり回復しな、これ勝ったんちゃう。まあ、プレミアムのエイラーには勝てないよな、やっぱり。もう幼女が浮き出ているから、ラビットヒーラーみたいな顔も好きやけど。また怪我してるじゃない。いやー、美しいな。おかしたいわ。さあ、ハチコスは。いや、エイラーのやっぱプレミアやっぱすごいな。小賢しいな。小賢しいな。おっれー小賢しいな。あー強いな、でもそれ強いわ。激しいんかちょっと強ない。ちょっと待って、6、7は強いわさすがに。あー7、えぐ。まあ、正常の、まあ、冷蔵庫出していくが、これが、もし相手無視して攻撃してくれれば、次のターン、テンコでなんか回復しながら、まあ、いい具合でも、7、8がちょっと強すぎるのは、裁判所もしかテミスが来ないと。おんなおんなあら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 え、ちょっと待って、勝つと見せかけてのハゲ進化、英雄。いや、この盤面で負けるとは思わなかったわ、さすがに。いや、えぐいな。あそこユニコ出してから、ラビットヒーラー、エイラ置いて、完全にこっちが勝ったと思わせつつ、ハゲ出して。え、まさかの負けんの？いや、まあ、これだからな、シャドーバースはなんかやめられないっていうか、絶対勝ったと思わせつつ、予想外のとこから攻めてくる。ライトニングブラスト。竜だけが求められた栄誉なる破滅。今誰も使ってない剣について。ただ相手は、まあ、ロイヤルなんで、これはちょっと、味を占めたかのように、まあ、エリカちゃんの、あそこに潜り込んでいくか。ただ、エイラは、じゃあ、エリカは、まあ、先行性能の願い引けてるの大きいし、
まあ肋骨空いてるからの、まあ、テンコも大きいと、まあ一戦目ちょっと勝ちたかったってなるけど、ちょっと動きがうまかったな。まあペガサスっていうのはちょっと弱いかなと思ったけど、うまいことすごい立ち回ってきてすごいやつやわ。で、ゆうちょはな、初心者やな。あ、もうマリガンで悩んでる時点で初心者なんで。小賢しいで、おれおれおれ。あー、テミスか。あー、まあテミスはな、なんか今乙姫を採用してなんか政治コマンダーとか、なんか古き良きミッドレンジロイヤルが流行ってるとはまあ小耳に挟んだんですが、ロイヤルで天界の階段って謎やな。まあ方天引いていく。まあロイヤルは3コスにしても2-3とかよりまあ3-2とかのが多いから、まあ指揮官ロイヤルかな。アグロロイヤルではなさそうやな。さあ2コスは悠長やな。女女女。あー、まあ古き良きエイラビショップ VS 古き良きミッドレンジドラゴン。あー、そんな感じかな。小さかしいなぁ。おんにーおんにー。さあ、ニコスはどう来るか。まあ、どんなホラーを置こうが、ちょっと遅えな、こいつ。あー。へぇーへぇーへぇー。あ、ニコスは何もないと。ちょっとよくわからんな。まあ、ヒーリングエンジェル置くか。あなたの痛みを和らげましょう。まあこれ人によっちゃ置かないっていう人もいるよな。なんかエイラが来てからなんか回復カード置いていってっていう動きもあるけど、あー、なんか盤面取られてしまうと負けよ、負けやと思うんで。あらー、女女女。で、三コスはゆうちょ、ゆうちょやな。動きがすごいゆうちょやし、あー、考えてる時間もゆうちょ。ああ、小ざかしいなぁ。女ー。まあ、シンデレラ来るんであれば裁判所ここ打って問題ないかなと。悪行おじさんから空いている。で、顔狙っていくと。ああ、まあ、悪くない、動き悪くない。ここまではすごい強い動きできてるから。で、空いているが3枚来てるんで、まあ、10コスイージスももうこれは確定で、ウリエル？ああ、援護射撃ロイヤルかな。ウリエルか。であれば次のターン、法典プラスなんかフォロワー置くっていうのがいいかな。なんかハゲ置くっていうのがちょっと弱い動きに感じるので、できればなんか3個追加。あー、でもここ法典だけでいいと思うわ。ハゲを置く意味がないというか、無駄な進化なんで、やっぱこう、テンコとかにこう、出してから進化源使いたいから、あまり無理せず動いていきたい。悠長やな。さあ、ここさ、どう来るか。あら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 。あー、でもロイヤルやから、間違いなく横にこう、並べて、まあ、バフかけてっていう、デッキで間違いないと思うんだけど。さあ、ここさ、どう来るか。あー、さあ、ここさは。ゆうちょやな。ああ、そうなんだ。でもなんだかんだフェイトコラボ終わってから、なんかフェイトのこのリーダースキン使うやついなくなったよな。なんかある諸説によると、ああフェイト、ああまあそっくりよな。てかこいつ長えって思考か、思考が長い。ああ、方天か。ああ、とりあえず天候一体出すか。我が迫力はあなたと共に。だからだいや、力、いや、あいや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 。えれ。まあ今ちょっとテンコ進化しようかちょっと悩んだんですが、まあ6、8のスタッツになるから進化してもいいかなと思ったけど、まあちょっと、まあイージスに進化使ったりした方が強いかなと思って進化しませんでした。うちに盤面取られても、まあ、返せるんで、まあ、シンデレラ呼んでいく。悠長やな。あんなあんな小賢しいな。おんねおん
ね。なるほどなるほど。まあ裁判士がシンデレラに当たってくれるとありがたいって感じか。まあ両方当たらなかったな、ハゲ出して打ち取るっていうのができた。あー悠長やなー、さかやだやいてるじゃないだ。あれあれあれ。まあでもここはテンコプラスのがいいかな。たまのためにあっちからあれだあれだあれだ。まあ諸説によると、まあこのシンデレラっていうのはもうまあ銃の弾丸みたいな感じで言われてるから、あでも6号のスタッツはなかなかうざいんじゃない。あまあこっちにイージスっていうまあ切り札もあるし、まあテミスの審判、それから法典、ハゲ、もう何だって熟するカードあるんで、まあ全く気にすることないな。むしろなんていうんだろう、援護射撃に関してもイージス出してしまえば完全にイージスが邪魔でもう顔に援護射撃のダメージがいかなくなるから、バハムートで全てを焼き払うよりもうざいームーブになるんで、あまたこがかしいだおんねあにきにまねお悠長やなであればもう相手いるで天狗確定サーチでもう一回動きを呼んでいくか。こんな感じで、我が迫力はあなたと共に、あれサムのためにはしたらあげます。これがエイラビショップの最終形態。まああと2ターンが相手の命の あと余命2ターンやな。余命2ターン。さあどう来る、悠長やな。まあここまで来ればもうやっぱ勝ちなんだよな、ぶっちゃけ。何をしてこようがもうテミスの審判っていう、まあ、1枚のカードで全てを破壊することができるから、もうどんなカードでも何のカードでもどんな能力を持ってるカードでも確実に全てをな根こそぎ持っていけるんで。さあ、8コスは？ただなんか、レオニダスとかな、来るとちょっとアルベールとか、失踪寄りでなんか最終来られると、イージスでも、バルボッシング来ます。こりゃか、面白いデッキやな、でも。で、バルボッシング進化かな。で、バルボッサがしか、こんなかしだあんなこんなかしだ。ただまあテミス打って10コスイージス進化という長いもの、次のターンもテミス打っていいと思うわ。もうこれで全てを破壊し、あでもハゲでもいいな、ぶっちゃけ。いやハゲはないな。普通にテミスでいいと思うわ。テミス打ってって感じになると思うな、聖なる願い。いやハゲでもいいな、ぶっちゃけ。ハゲでもぶっちゃけいいんだけど、次のターンイージス進化で我は触れられざる豪気不可視でして不可視の裁き。まあプレミアム空いているからプレミアイージスを出していくっていう、まあ最高のムーブをしてちょっと買っていくか。でまあイージス出せば多分負けない、体力20ってあるし、こっから負ける未来がいくら援護射撃が強いと言われていようがまあ関係ない話なんで。かがかしだおんなまあ勝ちかな。まあ11点残ってもイージス出せば勝ちなんで、不可視に裁き、不可視の裁きやから、これで我は触れられざる豪気不可視にして不可視の裁き。まあこれがな、別の意味でもまあビショップが強いと言われてるゆえんで、まあイージもうこれ出されてしまうと援護射撃がもう全く無意味やから、要はイージスがいる限り顔に絶対フォロワーがいる限り来ないから、もうそうなってくるともうイージスのパンチで終わりなんで。まあちょっと2戦目はエイラ出してないけど、エイラ出さなくてもうやっぱ強い、それがまあやっぱエイラビショップの最終形態。さあ10コースは静かな、もうそれ全てもテミスで次焼き払うから。そうイージスがいる限りこの無敵を誇っているか。何も出ない、その手も足も縛られた感覚はどうだ。抜刀術、悠長やなー。悠長悠長。
あなたの痛みを和らげましょう。さようなら。そして相手の余命は一旦だ。次の一手で全てが終わる。そして聖なる願いを あらかじめ打っていたことによって、次のターン3枚ドローして全てが終わる。そして3個3点以下のし体力ゆうちゃだ。もうイージスを目の前にしてなんか立ち向かってくるその姿が非常に滑稽やわ。かざけおなかにいた。無駄無駄。イージスの前には全てのロイヤルカードは無力なんで援護射撃ももうほとんど無力になってしまうから、まあさすがイージスやな。全てを吸収していく。まるで漆黒のアワビのようだ。吸収されるものよ。まあダイソンの掃除機みたいなもん。普通の掃除機じゃなくて、マナリアウィザードグレイグ、なんかマナリアの学生のなんか増やしてほしいな。小賢しいな。確かにその気持ちはわかる。もう超越とか思わないんで。ミラービショップなんか多いな。先行はこれ完璧なムーブじゃない。エイラ引ければだいぶ優秀な動きになるけど、エイラ引けるかどうかな。てかエイラが全然引けないんだけど。聖なる願いか。悪くない悪くない。とりあえず聖なる願いで割れた時にまあエイラ引ければなんとかなるか。まあ、とりあえずエイラが引けるかどうか、あとアイテールが引けるかどうか、あとはイージスが引けるかどうか。まあ相手セラフっぽいな。本命本命本命。なんかセラフビショップのような気がするな。セラフビショップだとちょっと厳しいんだよな。まあ相手もすかさず重機を置いていくと。まあ、重機は強いカードやから、スノーホアか、あまり欲しいカードじゃないな。もうエイラのみなんで欲しいカードは。でもスノーホワイトプリンセスみたいなこの幼女もいいよな。あ、言っちゃった。なんか一戦目のトラウマが、一戦目のトラウマがすごいんだけど、重機2枚からのエイラ置くのやめてくれよ、マジで。エイラ、エイラ、よし！エイラ、よし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 。エイラが引けるか引けないか動き。で、次のターン重機割れて、まあ、テンコ出せるんで、で、エイラも受けてる。あ、これ完璧やな。これがま、理想的なムーブって言われてるやつだから。いや、エイラが引けるとだいぶ違うんだよな。ほんねーさあ、どう来る？まあ、ここまで、まあ、理想的なムーブができると、だいぶ強い。気高き恐竜打ちながら、まあ、多分盤面取ってくるんじゃないかな。やっぱりエイラー、失踪寄りのデッキか。で、多分盤面は間違いなく取ってくるわ。幼女やな。で、盤面取って、まあ、間違い、問答無用で多分ホーリーファルコン、スノーハになる、並ぶかな。さすがに、まあ、取る、まあ、取るよな。取らんと多分負けるんだ、相手。タマのためには力を言わ、あらゆるよ、言わないよ。で、これ7、8、8。頭がおかしいな。さすが理想のムーブやな。重機からのこの天候。エイラは本当に無双状態やから。まあ、さっきはな、こんな感覚でさっきやられてしまったから、もう重機2枚からのエイラ、ホワイトターン、超越対策の失踪売りのデッキって感じかな。だとするなら、まあ、ダークジャンルとか入ってる可能性もワンチャンあるんで、そこだけ気をつけていきたいが、これエイラ取るのかな、それともホワイトタイガーを取るのか。さすがにな、エイラ取らない。でも、テミスの審判っていうカードがあるから、そこがちょっと怖いんだよな。アイテールいきまーす。我が迫力はあなたと共に。で、進化権もがっつり使っていって、まあ、最高、最高すぎ、わろた。
なんかドラゴンって結構こう10点とか、まあ大火力のフォロワーでこう殴っていくってなると、やっぱビショップもイージスやらエイラやらで結構頭おかしいカードが多いから、10点とかな結構簡単にこう導き出せるっていう点ではすごい大きいと思うわ。でやっぱりこのイリシちゃんのこの手の大きさ、このすごいちっちゃい指がな、いいよな、生まれたばかりの指っていうか。あこれまっ、ブスやな。まあ、こういう女好きじゃないけど、さあ、次の対戦相手は、まあ、これが最後の試合になるかな。勝ちました。ヒューちゃん。やっぱ超越がまあ、今環境、タイヤ1位なんですけど、やっぱりそれに対抗するためにアグロデッキっていうのがまあ、超越対策をしてるなっていうのがすごい伺えるな、見てる限りは。なるほどな。まあでも先行エイラー引けてるのが大きい。で、先行でまあ裁判所も悪くないカードやから、あとはニコス、もう完璧なんですわ。だから今エイラーって結構刺さってると思うんですよ。ただそのマスター対グランドマスター対それから A ランク対っていう風にまあそのランクによってまあ流行ってるデッキ刺さるデッキっていうのは変わってくると思うんやけど、まあ今のこのタイヤ1位超越環境で超越をまあ何としてでも倒したい勢がすごい多いような環境であれば、まあ A ラビショップっていうのはすごい刺さるのかなと。サニコスはユーチューはなハンガーハンガーハンガー。あー、いてるか。あまり強い動きじゃないけど、まあエイラを受けるのは良しとするか。で、次のターン裁判所で上から取って、で、空いてるで天狗呼ぶことができるから、まあエイラを置くのはだいぶ強い。いまだにナーフされないよな、このエイラっていうカード。まあ一時期な、ダークネスエボルやったかな。その時すごいナーフしろ、ナーフしろって言われてる、まあ時もあったんですが、今となってはもう、バハムートっていうカードが採用されて、やっぱエイラのこう、使いどころっていうのがすごい難しくなってきたんで、悠長やなぁ。まあ盤面取るんちゃう。まあそう来るよな。そう取られると勝ち筋がないからな。ただなんかコントロールワンプとかだと、ちょっと小賢しいんですが、こうハゲ出すっていうのがな、すごい弱い動きになるんで、こうターン終了でいいわ。まあイージスで決めていく、っていうのがあるから、まあ別にコントロールワンプでも勝つ手段はあると。まあ、糸雲の女出していきながら、で、悠長やな